憶を失っていた間のことを考えていたの。記憶を失って何もわからなかった時、私にはフィデルとミキがいてくれた。みんながいてくれた。知らない世界を旅していろんな人と出会って、研究所では得られない出来事もたくさん経験してきて、そしてこうしてまた記憶を取り戻すこともできた。でも私が外の世界を経験している間、お姉ちゃんはずっと一人だった。やっと出られたと思ったら今もまた囚われている。私がどうこうできることじゃなかったかもしれない。それでももう一度お姉ちゃんに会って一人にしてしまったことを謝りたい。